登る靴店スーパージーセットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアコーナー、登るさんのコーナーです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。鶴巻のボールです。はい、こんにちは。こんにちは。うん、数字 9、 いいですね。ね、CCR なんか、ね、続いてますね。CCR はなんか人気あるそうなんですよ。なんかもうもしかしたら多分来週もまだいいんじゃないですか。はい、僕も好きです、はい、うん、雨系の曲がかかるらしいです。なるほど。はい、はい、うん、して湘南海岸、はい、ね、台風が90、11って続けてるみたいな、ね、3発あの遠くにいるんですよ、うんうん、でこれのうねりがじわじわと来てまして、うん、で今日は、弱南南西で、まあ温床はとかっていう、うん、あんまり面的には良くないんですけど、うん、でもまあ早い時間は無風だったり、うん、微風だったりなんで、うん、フェイス良好、うん、セット腹胸、うん、まあ、あのサーファーはちょっと忙しいです。この間忙しいんですか。みんな行ってますね。あ、行ってますか。はい、行ってきちゃったんでしょ。もう内海さんだけですいなかったの。あ、そうですか。すいません、あとみんないました。ほとんどいました。あ、そうですか。そうですね、海のそばで育ったくせに、ね、そうです。だからもう週末週明けぐらいまではずっと皆さんはいいコンディションで遊べる、うん、なるほど、いい時期ってことですね。はい、いいと思います、はい、忙しいですね、はい、うん、で、7月の20日の、はい、実は海の日があるんですよ。あ、来ましたね、海の日ね、うん、毎年ね、はい、はい、ちょっと、うん、必殺内海ミニライブ。あ、必殺。カズもやってくれるんでしょ。カズはちょっとまだ分かんないです、はい、うん、まあ、藤沢カルフォルニアサーフ、うん、ね、うん、あの前もやっていただきました。えん、はい、ちゃんとこですね。そう、えんちゃんとこ ね、うん、ね、そこで、まあ、ミニライブ&、うん、ミニ EM 団子&、うん、サップ体験、うん、ハウトゥー、うんうん、アンドケータリングワンドリンクとか、うん、まあ、そんな流れで、まあ、みんなで集まって 楽しくできればいいです ね、 っていう一日海の日を自然のことを考えながら、うん、だね、うん、まあ、年1回なんで、あの継続できればいいなと思いつつ、うん、ね、はい、7月の20日です、うん、ね、うん、ありがとうございます、ね、内海さんもご協力そう、ね、ね、遠いところありがとうございます、ね、いや、でも私はもうあの地元あの生まれふるさとで戻ったような気分です、はい、そうですね、まあ、はい、あのなんかね、こう海の、うん、本当はなんかイカとか魚とかがちょっとあればもっと嬉しいんですからね、うん、確かに ね、 でちょいビールとかでね、いいですね、はい、うん、そんな流れで、はい、7.20 です、海の日、ね、はい、よろしかったら藤沢カルフォルニア&スーパー G、はい、よろしくお願いします。またフライヤーができましたらね、うん、そうですね、せます、はい、はい、うん、今日のね、ちょっと、告知したいのがありまして、はい、ね、実は私昨日、うん、パタゴニアディーラーズミーティングっていうのに行ってたんですけど、はい、そこの会場内で、ショートムービーを見てきました、うんうん、でそのショートムービーは、ザ・フィッシャーマンズ・サンつって、うん、南米チリの、うん、お話なんですけど、うん、そのチリ、南米チリの、なんつったらいいのかな、30分のショートムービー見てきて、うん、ラモン・ナバロっていうさ、人が、うん、漁師町の、うん、ところに育って、はっはっは、でそこはまあ、チリの方ですか。チリですね、チリですか。で彼のお父さんも漁師で、ええ、9代つ9代漁師一家ですね、うん、でまあ、潜って魚を取るとか、はっはっは、そういう親から息子に伝えてっていう流れの中で育ち、でもそこの前は結構いいサーフポイントで、いろんなそのアメリカ人だとかハワイアンだとかがサーフをしに来る、しに来るんですか。でその彼も小さい時にその感化されてサーフィンを、まあ、もらったのか拾ったのか、サーフボードを手にしてサーフィンを始めるわけですね。でそういうこうストーリーの、うん、ラモン・ナバロの人生みたいなそのムービーなんですけど、まあ、何が大事なのかっていうと、その、チリのポイント、その彼の、うん、故郷なんですけど、プンタ・デ・ロボスっていうところがあって、でまあそこはいい波が立つ場所で、でそこで彼がその波乗り始めて、で、波乗り上手くなって、でそのハワイで、行われてる、エディ・アウカウっていうビッグウェブコンテストがあるんですけど、そこに、招待されるような
あの選手というかサーファーになる、超一流ですね。そこでこう招待選手になるためにはやっぱりそれなりの実績だったり、うん、認められた人しか出ないんですけど、まあ、そういうところに出れるような流れ。今おいくつぐらい、まだでも30代だと思いますね、多分。で、まあ、そこでそのビッグウェブコンテストで、うん、まあ、勝っちゃうっていうか、うん、みんなにその日一番 の、 そのビッグウェブに乗っかって、その自他ともにじゃないけどみんなに認められちゃうわけですよ、うん、で それまではそんなにこうコンテストその、うん、技を磨くコンテストに出てたわけでもないサーファーなんで、その知らない人は知らない、うん、まあ、でもこの大会を、うん、あの、うん、そこから一挙にこう有名人というか、そのビッグウェーブだったらそのラモンでしょみたいなのがこう出てきて、でその彼がメジャーになったことによって、うん、彼とその例えばその海辺 の、 その環境保全とか環境保護をやってる、うんうん、セーブ・ザ・ウェーブとかっていうその、うん、非営利団体とかが、結構こううまくコミットして、でそれをこううまくこうつなげて、うんうん、彼のその故郷にこうちょっと危機迫ってる商業開発によるあの汚染だとかそういうものをと止める動きに今なってきてるんですよ。じゃあ彼もそういう風に感じてたわけですね。そうですよね。だから彼がその何がすごいかって言ったら、そのサーフからそこの自分がすごいまあメジャーになってきたとともに、その自分の故郷をどうこう守っていくかみたいなことにうまくつながってきた、恩返し的な感じですね。でそれがまあ一つのこうストーリーみたいになってショートムービーが出来上がって、で僕が今日持ってきたのはそのショートムービーのこうなんかガイド本っていうか、まあいろんなこう著名人がそのメッセージをそのガイド本の中に書いてるんですよ。でまあそれを見てもらうと結構こうより分かりやすかったり、あ、いい話です、うん、まああの一個のなんかそういうこう、うんうん、環境保護とかに対するやり方みたいのヒントみたいにもなってんのかな、うんうん、なるほどね、うん、誰もがそのビッグウェブ一等賞なんか慣れっこないんですけど、うん、まあそういうそのサクセスストーリーをうまく利用して、そういうものとこう保護の団体とうまくつなぐとか、うん、なるほど、うん、やっぱお金も必要だったりするじゃないですか、ね、うん、そうすると個人だけの力じゃ何もできないんで、やっぱりそういうふうにこう先頭になったら先頭の人がどういろんなものを引っ張るかみたいな、その旗揚げするか、そういう立場になったわけだから、ね、そうですね。だからまあ、その時見てやっぱりすごい話だなと思って、うんうん、僕単純にまあちょっとラジオ で、 大事です、ね、取り上げさせてもらっちゃったんですけど、 いい話ですよ、はい、うん、そうでまあこの今言ったその、うん、ザ・フィッシャーマンさんっていうのが、うん、ウェブサイト YouTube とか、うん、まあ、そういうのでもだんだんこう、うん、見れるんですか、思います、はい。あとはそうですね、パタゴニアが、制作で、うん、クリス・マロイ監督で、うん、今言ったそのタッチしてるのが非営利団体のセーブ・ザ・ウェーブの協力ですと、うん、はい、はい、パタゴニアのウェブサイトで7月16日から無料公開だって書いてありました、はい、わ、はいはい、かりました。パタゴニアのホームページを見てください。本も、はい、じゃ締めます、いいですか、はい、はいはい、今日のゲストはリオさんでした、はい、いっぱいまた来ましたね、ね、まだメールが届いてますけど、森尾さん、そしてリエさん、どうもありがとうございました、はい、ね、ちゃんとリオさんに渡しておきます、ね、はい、それでは来週のゲストはコテツさんです、はい、はい、それではまた来週、バイバイ、はい、どうもギリギリすぎるんですけど、ありがとうございました。